皆さん温かいエールをよろしくお願いいたします。それでは早速お呼びいたしましょう。まずお一人目は阿部のハルカス近鉄本店でエレベーターガイドとして頑張っていただきます、6歳の中町蘭ちゃんです。どうぞ。さあご担当者は向井さんです。皆さんいかがですか。帽子もそしてワンピースの制服もとっても似合ってますよね。今日は一日頑張ってください。さあそれではどんどんご紹介していただきましょう。続いては阿部のハルカス近鉄本店で案内所でのお客様ご案内係として頑張っていただきます、6歳の今村ここねちゃんです。ご担当者は森島さんです。さあ今日はうまくお客様を案内できるかな、頑張ってね。さあそれではどんどん参りましょう。続いては阿部のハルカス近鉄本店で天才放送の仕事を体験していただきます、9歳の末吉かなえちゃんです。ご担当者は野本さんです。さあかわいいお声で店内放送頑張っていただきましょう。続いてはあべのハルカス近鉄本店で洋菓子売り場の販売員のお仕事を体験していただきます、5歳の古川ゆなちゃんです。ご担当者は塚本さんです。じゃあ皆さんに手を振ってあげてください。今日は甘い美味しそうなお菓子に囲まれて頑張ってもらいます。続いてはハルカス山脈でお客様の誘導案内そして記念撮影の呼び込みなど頑張っていただきます、7歳の野田真中ちゃんです。そしてご担当者は六代さんです。さあお客様の記念写真今日はいっぱい撮ってあげてね。続いてはお二方いらっしゃいます、大阪マリオットエアコホテルのハウスキーピングとして頑張っていただきます、7歳の入江ゆずきちゃん、そして9歳の谷川優愛ちゃんのお二人です。ご担当者はゆずきさんです。お客様のお部屋をきれいにピカピカにしてあげてください、頑張ってね。続いてはあべのハルカス美術館で受付やチケットもぎりのお仕事体験をしていただきます、9歳の羽原高菜ちゃんです。ご担当者は岸本さんです。お客様のお出迎えをしていただきましょう、頑張ってね。続いてはお二方いらっしゃいますよ、ファミマの品出しやレジ体験の仕事を頑張っていただきます、8歳の松川琴ちゃん、そして7歳の青田海斗くんのお二人です。ご担当者は森本さんです。さあうまくレジ打ちできるかな、子ども店長として頑張ってもらいましょう。さあ続いては4人いらっしゃいますよ。さあ続いては大道ドリンク自動販売機の商品補充そしてサンプル取り付け頑張っていただきましょう。まずお一人目が9歳の宇都宮幸喜くん、そしてお二人目が9歳の下野ゆきなちゃん、そして3人目が6歳の有松空くん、そして4人目が5歳の八幡小春ちゃんです。大きな拍手お願いします。ご担当者は塩本さんです。おー、バツポーズで気合いを入れてくれました。今日も暑いので冷たいドリンク飲み物を準備してあげてください、お願いします。ではどんどん参りましょう。続いてはアベのアポロシネマで映画館の仕事バックヤードツアー頑張ってもらいますよ、9歳の岡山美咲ちゃんです。そしてご担当者の方は大和さんです。お客様笑顔でお出迎えしてあげてくださいね、よろしくお願いします。続いてはエプロンがとっても似合ってます、天王寺動物園で動物園のお仕事飼育体験頑張っていただきましょう、9歳の松尾優ちゃん、そして10歳の武田美久ちゃんのお二方です。ご担当者がこちら松本さんです。大きな拍手お願いします。さあ動物たちにおいしい餌やお水あげてくださいね、頑張ってください。続いては天島でフレンドリーホステルスタッフとして頑張っていただきます、8歳の東野みつるくん、そして6歳の中田ゆきちゃんです。じゃあどうぞせっかくなので、はい、真ん中に立ってみんなに手を振ってあげてください。さあ今日はお客様のお見送りや観光案内も頑張っていただきますよ。ではいよいよあと2組となりました。続いては近畿配送サービスの配達員として頑張っていただきます、10歳の新谷凛ちゃんです。ご担当者は
は島本さんです。さあなんと今日は超高層ビル内のオフィスに荷物を届けていただきます。頑張ってね。そして最後は阿部のキューズモールで子供服の販売員として頑張っていただきます。6歳の岡花音ちゃんです。ご担当者はまさかさんです。大きな拍手お願いします。みんなに可愛いお洋服選んであげてね。はい、ではこちらの位置にお付けください。さあ以上14セクションを代表しまして、ご覧のように21名の奥様にご登場いただきました。皆様もう一度大きな拍手をお送りください。ではせっかくみんながこのステージに来てくれたので、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。じゃあみんなどうだろう。まずいくよ。お家でお父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃんのお手伝いをしているという人、元気いっぱい手を挙げてください。わ、たくさん挙げてくれてますね。じゃあちょっとどんなお手伝いしてるのかな、聞いてみたいと思います。ではまずこちらの女の子です。お名前お願いします。掃除をしています。掃除。お掃除してくれてるの。わ、どこのお掃除してくれてるのかな。ちょっと難しかったかな。お部屋のお掃除頑張ってくれてるんだね。じゃあ最後にみんなにお名前を聞かせてあげてください。お名前を教えてください。岡花音です。花音ちゃん今日は頑張ってね。はい、どうもありがとう。じゃあ他のお友達もう一度手を挙げてもらいましょう。じゃあ今度は男の子に聞いてみようかな。はい、ではまずお名前をお願いします。東野みつるです。みつるくん、お家でどんなお手伝いしてるの。お風呂洗い。お風呂洗い、すごいね。それ体力いるよね。じゃあみつるくんもう一つ聞いてみよう。将来何になりたいですか。ゲーム作る人。ゲーム作る人、うわ楽しみだな。面白いゲーム作ってね。はい、みつるくんどうもありがとう。では今度は後ろの友達にも聞いてみようかな。もう一度じゃあ後ろの友達、さっき手を挙げてくれた人手を挙げてください。はい、じゃあちょっと前に来てくれるかな。はい、さあこれはパルコス300の展望台で頑張ってくれるお友達だね。まずお名前お願いします。小田真中です。真中ちゃんはお家でお手伝い何してくれてるの。お米洗い。お米洗い。お米洗い、こんなじいちゃんのお手手でお米洗ってるの、すごいね。おいしいご飯が炊けそうだね。何か将来は何になりたいものある。パティシエです。パティシエ、難しい言葉知ってるね。じゃあおいしいお菓子を頑張って作ってもらいましょう。今日ははるか300でお客様の案内です。頑張れそうですか。はい、じゃあとびっきり笑顔でお客さんをお迎えしてください。はい、どうもありがとうね。じゃあ戻ってください。せーの、えいえいおー。それでは今から元気にお仕事体験に出発です。では皆さん大きな拍手、そして手拍子で皆さん送ってあげてください。じゃあ皆さん手拍子よろしくお願いします。さあでは皆さん、じゃあステージの皆さんは手を振りながら行ってきます。さあ今日から7日間、さまざまな子どもたちがいろんなお仕事を体験してくれます。皆さんぜひですね、あらゆる場所で子どもたちが頑張っていますので、皆さん子どもたちを見かけたら大きなエール、そして温かい笑顔、皆さんよろしくお願いいたします。さあ今からみんなね、とっても暑い中お仕事頑張ってくれますよ。いってらっしゃい、頑張ってね。バッチリと制服が決まった子どもたち、今からお仕事体験に出発です。いってらっしゃい。心の中で数えてもらうんですけど、1でお辞儀、
2で止まります。1、2で3、4でゆっくり上がります。1、2、3、4できますか。1、2、3、4できますか。1、2、3、4上向きにして上に参ります。お手でやってみて。ここもここもこれね、上に回ります、はい、でこの時に、上に参ります。御用の階に参りますと言います。言ってみてください。上に参ります。御用の階に参ります。上に行くときは上に参ります。御用の階に参ります。感想を聞きたいと思います。エレベーターガールのお仕事して今日はどうでした？楽しかった。緊張するよね。覚えましたか？振りは上に上がる時の振りは覚えました？どうやってやるんですか？教えてください。上野子ども博覧会を開催いたしております。どうぞ皆様お誘い合わせの上、ウイング館中会催し会場上野子ども博覧会へぜひお越しくださいませ。バッチリやね。ちょっとよく間違えるところだけもう一回やっておこうかな。いくね。真ん中ね。じゃあここ行きます。安倍の子ども博覧会を開催いたしております。どうぞ皆様お誘い合わせの上ウイング館休会催し会場安倍の子ども博覧会へぜひお越しくださいませ。うん、いける？もう一回で、いきます。お願いします。ちょっと待ってね。はい、さっき流してからね。ただいまから子どもお仕事体験を店内放送を行います。お呼び出しを申し上げます。羽曳野市の末吉明弘様、明美様。ご家族様がお待ちでございますので、タワー館1階の総合案内所までお越しくださいませ。すごい声しっかり出てたね。よかったね。
次もう一個長いやつあるからねもう一個あるからね。これじゃあ練習しよう、ちょっと練習しようかな。いける、はい、練習して。3、はい。ご来店をいただきまして誠にありがとうございます。お客様にご案内を申し上げます。ただいまウイング館9階催し会場では阿部の子ども博覧会を開催いたしております。どうぞ皆様お誘い合わせの上ウイング館9階催し会場阿部の子ども博覧会へぜひお越しくださいませ。もう一回じゃあこの辺練習しとくその辺間違えるね。三、はい。この辺、ここだけちょっと練習しておこうかな。三、はい。阿部の子ども博覧会を開催いたしております。どうぞ皆様お誘い合わせの上、ウイング館9階催し会場阿部の子ども博覧会へぜひお越しくださいませ。うん、バッチリ。いける？いけるね。いけるかな？やってみよう。行くよ。じゃあ行きます。お紹介やってみましょう。はい。あ、すぐね、ボタン2番だからね。ただいまから子どもお仕事体験の店内放送を行います。じゃあね、2番押してからこれね。よし。頑張れ。よし。うん。2番押して。押して。はい、どうぞ。ご来店をいただきまして、誠にありがとうございます。お客様にご案内を申し上げます。ただいま、ウイング館9階、催し会場では、阿部の子ども博覧会を開催いたしております。どうぞ皆様お誘い合わせの上ウイング館9階催し会場阿部の子ども博覧会へぜひお越しくださいませ。緊張したね。緊張した。すごいすごい本番に強いタイプ。上手上手。そしたらね、すごいね。ね、上手だね。これで終わり。お疲れ様でした。疲れた？では、今日働いてもらったお給料をお支払いします。末吉かなえさん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また大きくなったら一緒に働いてもらえるかな。待ってます。じゃあありがとうございましたと言って終わりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。緊張したけど頑張りました。